私以外みんな犬っころですよ。うわっ、うわっ、うわっ。どうも鬼です。今ベッド振動させてくつろいでるんですけども、ちょっと今から出かけないといけないんですよ。今日は高橋さんを病院に連れて行く日です。高橋さん、3週間ぐらい前から舌に出来物ができてまして、それでまあお薬飲んでたんですけれども、どうもね、今日見た感じでもね、なかなか治ってる感じがしないので、ちょっとね、病院に連れて行って見てもらってね、ほんで今後どうするか相談しようと思います。あー、高橋さん。じゃあ起きるか、ちょっと起きるか。高橋さん病院連れてくんでね。高橋さん。高橋さん。高橋さん、今日も可愛いでちゅね。ほら、病院行くぞ、ほら。はい。これ、うちで飼ってるカナヘビの高橋さんですね。見ての通り、めちゃくちゃ可愛いんですよ。高橋さんは可愛いでちゅね。じゃあ、高橋さんをこのケースにぶち込んで。ほら、入れい。このケースに入れて病院まで連れて行くんですけれども、ちょっとまだ暑いんでね、外今日も気温30何度かあってね、まだ残暑がすごいんですよね。高橋さんが熱中症になったら大変ですから、保冷ボックスにこれ入れて持ってきましょう。まずは保冷剤。高橋さんが熱中症になったら大変ですから、高橋さんが熱中症になったら大変ですからね。もう緩衝材入れて、緩衝材入れて、で、高橋さんの飼育ケース、こう真ん中あたりに入れて、でし、こう、緩衝材でね、もう厳重に梱包しますから、中で揺れたりしてね、高橋さんがびっくりしたらね、高橋さんかわいそうですからね。ですから、しっかり厳重に梱包します。はーい、これでいいかな。よし。はい、ほな行きましょうか。移動はグリーン車です。保安上の理由から毎回グリーン車使ってます。高橋さんが去られたら大変ですから。高橋さん誘拐されたら困るんでね、グリーン車です。高橋さん大丈夫でちゅか。エレベーター乗るわ。うわ、絶対外暑いやろな。はいはいはい、上行くよ。ドアが閉まります。ドアが閉まるよ。あー、高橋さん大丈夫でちゅか。高橋さんは保冷箱の中だから大丈夫やろうけど、俺が大丈夫じゃないかも。もうめっちゃ暑そうやねんな。ちょっと今日天気いいからさ、めっちゃ暑そうやねんな。うわ、地上です。地上です。ドアが開きます。うわ、あ、思ったほどやな。思ったほど暑くないですね。ちょっと日が陰ったからでしょうか、思ってたより涼しいですね。よかったよかった。これなら快適に病院に向かえますね。よーしよし高橋さん、よーしよし高橋さん、もうすぐ病院できるからね。どうですか皆さん、これ高橋さん可愛いでしょ。この保冷箱の中に入ってるんですけども、この保冷箱の側越しでもなんか可愛いオーラ出とるやんね。出てるっしょ。可愛いでしょ。可愛いんですよ。あー、早く病院、早く病院、早く病院。あー、やっと着きました。高橋さん、着きましたよ。病院の中ではカメラ回せないんで止めます。はい、診察終わりました。舌にできた出来物なんですけども、別に大きくも小さくもなってなくて、症状変わり映えないということで、これね、抗生剤効いてないんで、もうとりあえずお薬飲ませるのはやめましょうということになりました。それでね、やっぱ手術ってなると、結構ね、やっぱちっちゃいんでね、難しい部分もありますから、しばらくね様子見て、それでね、その出来物が投薬やめて大きくなってくるようだったらね、手術しようっていうことになりましたね。いやー、どうなるだろう。
高橋さん、ご主人様も心配でちゅよ。本当にどうなっちゃうやろ、高橋さん。大丈夫かな、本当に。一応別の病院でセカンドオピニオン取った方がいいかな。もう一軒病院連れてこうかな、今度。一応念のため。ね。なんか複数の意見聞いた方がいい気がするな。わあ、疲れた。高橋さん、お疲れ様でちゅね。大丈夫かな、高橋さん。大丈夫、元気？ああ、高橋さん、お口あぐあぐちてまっちゅね。大丈夫でちゅか？高橋さん、大丈夫でちゅか？高橋さん。よーし、よしよしよし。ほら、かわいいでちゅね、高橋さんは。病院で見てもらったんですけれども、やっぱり舌ね、全然治ってないということで、悪化もしてないんですけど治ってないということで、まあ、おそらくは抗生物質が効いてないので、もうね、お薬はやめにすることになりました。もしこれ悪性の腫瘍でこれからどんどん大きくなってくるようだったら手術の必要が出てくるんですけれども、そうじゃなかったら無理にしない方がいいと。これ以上出来物が大きくならなくて、高橋さんが痛がったりとかね、生活に支障が出たりしないんだったら、無理に手術しない方がいいんじゃないですかって言われたんでね、ちょっと今ね、どうするか悩んでますけれども。まあそう言われたんでね、もうちょっと様子を見ようと思いますけれども、別の病院でも見てもらった方がいいかもしれないですね。結局ね、原因も分かってないので、ちょっとね、別の病院でも一回見てもらって、セカンドオピニオン取った方がいいかもしれないですね。見てもらった病院は、爬虫類の診察ができて、カナヘビもね、診察できますということで、ちょっと見てもらったんですけれども、来てる人は大体犬連れてましたね、ワンちゃん。私だけですよ、保冷バッグにカナヘビ入れて持ってきてるのは。待合室に何人かね、患者さんいたんですけれど、みんなワンちゃん連れてますからね。みんなワンちゃん。私以外みんな犬っころですよ。私以外みんな犬っころですよ。私以外みんな犬っころですよ。なのでね、犬や猫には強いのかもしれないですけども、まあ、カナヘビ連れてくる人ってなかなかいないと思うんでね。と他の、なんだろうな、爬虫類とか、なんかエキゾチックアニマルとかね、そういうのに特化してるところに一回連れてった方がいいかもしれないですね。ちょっと様子見つつね、良さげな病院見繕ってまた連れて行こうと思います。高橋さん、高橋さん、高橋さん、ご主人様は心配でちゅよ、本当に。高橋さん、まあ今日のところは水槽に戻してあげましょう。ほら、水槽戻るぞ。ほら、はい、高橋さん、水槽でちゅよ。お疲れ様。よしよし。おやすみー。